阪神タイガースの球団歌、六甲おろしとともに入場してきたのは、竹内クララ選手。岡山県の環太平洋大学の女子硬式野球部に所属し、来シーズンから阪神が設立した女子チーム、阪神タイガースウィメンに入団が決まりました。女子野球日本一を決める大会で優勝するなど、強豪チームの一つです。この日は出身地の八頭町の公民館で激励会が開かれました。これからは阪神タイガースウィメンを通して多くのことを学び、女子日本代表選手となれるよう努力していきます。竹内選手は小学2年生から野球を始め、中学校では地元の硬式野球クラブ、ヤズボーイズに入団。中学校時代には男子選手に混じり、中四国代表にも選ばれました。もう何よりかにより、元気の強いところ、男子選手ですよね。もうクララにかなり助けられた試合がありましたので。竹内選手のポジションはピッチャーで、球速は最速129キロ。遠投では92メートルと強肩を誇り、内野もこなします。この日はヤズボーイズの女子選手とキャッチボール。軽く肩を鳴らしました。いや、もう球がもう速くて、もう痛かったです、手が。自分もタイガースウィメンに入ってみたいと思っていたので、身近にそういう先輩がいるのを真似したいなって思いました。高校、大学と野球を続け、日本代表を目指せるまでに成長した竹内選手。しかし、順風満帆な野球人生ではありませんでした。体中が痛くなる症状が出るんですけど、筋肉痛かなとか気づけなくて、高校1年の冬に体中を痛みが襲い、診断の結果、難病の全身性エリテマトーデスとバセドウ病と分かりました。徐々に走ることもできなくなって、野球に対しても考える余裕がないくらいしんどかったのが本当なんですけど、復帰したいっていう気持ちでいっぱいでした。全身の倦怠感に加え、関節、皮膚、内臓などに様々な症状が複合的に現れますが、症状が安定している間は運動制限は特にないことから、現在も治療を受けながら野球を続けています。野球は自分の人生です。自分の肩が壊れるまで野球は続けたいと思います。そしてこの春からは野球チームに所属する傍ら、スポーツ医学系の大学院に進学。自らの病気についても学び、治療とスポーツの両立についても研究します。将来の夢は女子野球の日本代表選手になることと、この生まれ育った鳥取で女子野球発展に貢献できるような人材になることです。今月20日から兵庫県でチームと合流し、練習を開始する竹内選手。新たな野球人生が幕を開けます。